どうも皆さん、おはこんばんにちは。デビルエンジェルジムです。皆さん、おはこんばんちは。カジアンです。デッドバイナンシーデイライトやっていこうと思います。ダメだぞ。んオーマイガー。もう分かってるね。レースですな。ごめんちゃーい。終われてます。早速ですけど終われてます。早速終われてるね。今回僕はですね、ナンシー・ウィラーという女の子のキャラを使わせてもらってます。パーク構成はですね、セルフケア、植物学の知識、絆、誘導の証明ですね、回復を中心としてちょっとこう直す速度を速くするっていう、みんなと一緒に直すとね速くなるっていう構成になっております。はい、こうなっていく。いただいた。結構固まって行動してる感じやね。なるほど。まあキラーはですね、今回レイスが来ておりますね。透明化して、おっとっと、このキラーはね、透明化する能力を持っておりまして、そうですね、透明化して近づいてきます。おわしやないかい。怖えな、もう。うへへ。参加なんですけれども、ちょっと姫さんですね、やっぱり参加はしてるんですけど、ちょっと事情で声が出せないということです。ああ、そう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 、言うの忘れてた。一応ね、マッチには入っているので、はい、自分の中で3人でやらせていただいております。はい、わしですね。うっぶねー。わたくし、お助けくださいませ。今透明化しましたかね。うん、今透明化しております。執着に私を狙っておりますね。あ、ミスター、危ねえ。で、この誘導の照明はですね、近くにいるだけでもね、発電機の鳴るスピードが上がるっていうね、とてもいい効果を持っております。やらかす。今回私はグレートの出が良くないようだ。カンコンカンコン。僕個人的にはね、このレースのことを昔からずっと中華鍋って言っててね。音だけやね。あの音がね、どうしても中華鍋にしか聞こえなくて、金というよりもどっちかというと中華鍋なね、ほんまに。ナイスギターで。パンポーンってチャーハンのあれね、あれカンコン鳴らしながら来よるみたいな感じ。ターゲット変更、わかりました。はい、了解。失礼します。もう結構いい感じじゃない、今のとこに行こうって。ちょっと見ようとかもらおうかな。よいしょ。セルフケアがあるから行っちゃいいんやけどね。一応透明化せずに、またこれ取れてます。レイスは結構使いやすいキラーやから、使う人もやっぱ多いと思うよね。透明化になれますんで、失礼しました。慣れてくるとね、どこにおるかっていうのだんだん分かってくるんやけど、最初の頃はね、ちょっと急に出てくるからビクッとするのも結構あるんやけど。どうぞ。レースの強いとか透明化できることですよね。そうですね。やっぱ始めから始め、なんかデッドバイデライトこれから始めるっていう人にも結構使いやすいキラーかなっていうふうに思うかな。透
透明化になったらちょっと完全に透明ではないんですけど、ほとんどちょっとゆらゆらね、そう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 、ちょっとゆらゆらしてるんね、あの心音もなくなるんで、よく見ないと近づくことがわからないってこともあります、ね、もう完全に目視っていう感じですね。あとね、キラーのそのレイスのアドオンでね、あの骨の何やったっけ、骨のナルコかな、そう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 、それでね、ずっとカンカン鳴らさずとも、なんかずっとカンカン鳴ってるっていう、どういうことだ、あれはなんて言ったらいいんだろうな、普段はあの近くじゃないと骨を叩く音が聞こえないけど、骨のナルコだとほぼあれ全域に聞こえてるのかな、確か全域に聞こえる感じだったかな、確かそんな感じやった気がする、うん、ちょっと勉強不足で申し訳ない、でちょっとこう、うん、プレイヤーをこう撹乱させてくるっていうかね、これはつけてないよね、あー、OK、あ、ナイスです。で今回は今回は多分ナルコついてると思う。オーマイガー、はい、前回説明し忘れたと思うんやけど、これがですね、誰も死から逃れられないっていう、まあノーワンっていうパークなんですけど、こいつが発動するとね、僕らはもう一撃で倒されてしまうっていう最悪の状態になります。まあ言い方を変えれば騎士改正が狙えるパークみたいなもんですかね。キラー側はね、起死回生を狙えるっていうね。で、これはですね、このフィールド内に呪われたトーテムがあって、お、今破壊してくれましたね。あれを破壊すると、呪術が切れて、このパワーがなくなってしまう、効果がなくなってしまうっていう感じがね。そうですね。救助お願いします。救助いきまーす。助けに来たぜ。ナンシーが、せーわー、くそ、回すけどこれはちょっと無理です、ね、あれ持ってるかな、ストライク持ってるか、あ、くそ、ストライク持ってなかった、もうちょっと君ですね、もうちょっとここで退場、すまねー。でね、ストライクで決死の一撃っていうパークがあって、それを持ってるとね、オブセッション、下の雲のマークがつくんですけど、そのパークを持ってるわけではなかったようですな。開けれるよ。はーい、じゃあゲートお願いします。じゃあ開けます。って言ったわ、獲物のゲートどこじゃ。わし迷子、出とるやないけい、出とるやないけ、こっち空いてないやんけ、もう片方の方ですね、お先に失礼、はいどうぞ。さっき姫が釣られたところがちょっと近かった、いや、小屋のとこに近かったね、どう張ってしまいましたね、うん、ちょうど僕の後ろにあるこの小屋にね、地下に行く通路があるんですね。あー、来た、入って、さらばだ。うん、というわけでですね、今回は、残念ながら約1名犠牲になってしまいましたけども、あれはちょっと申し訳なかったな。そうですね、まあだ、まあ、あそこまで来たら、まあ、1人は持っていきたいよね、キラーとしても。今回もキラーの方で、マッチングありがとうございました。はい、サバイバーの方もありがとうございました。本日も、ご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。またな、ありがとうございました。